館内温度110数度、敷いているござにじっとりと汗で体の跡がつく。肩と肩とをすり合わせ重なるように眠る兵員の姿を見ると、我々が国内で部屋数の少なさに不平を言い、決戦生活の不自由さを嘆いてはいられぬ気がする。足を入れるに足れば出し、身を横たえるに足ればそれで満足しなければならないのではあるまいか。この人たちの睡眠を妨げないため、兵員室では大きな声一つ、笑い声一つ立てるものもない。お互いが疲れて眠るの、浅い眠りを覚ましてはならぬ。乗組員の人たちは非番のわずかの時間を割いて静かに読書をするか、碁将棋をするか、時には食後のひとときをトランプに打ち興じるくらいが丸か月以上の間の娯楽のすべてである。娯楽の少なさを嘆く我々の安易な考えを強く夢中されたのである。